ただたか復興駅手前のマトラバル256型電電車目作線は台湾台北市中心部から台北市南東部の分散区へと至る台北都市運の路線。2009年7月4日に完成した内湖線と合わせて分湖線と呼ばれ分散台北市中心部松山基城マイナス内湖南湖を結ぶ新交通システムによる鉄道路線である。 1996年3月に開通した台北市で最初の早運路線であり、他の台北都市運の路線と違い、新交通システムによる運行を行っている。路線の全長は1 0 5トル。目作線の計画段階では、南段は新航路から南向かいして、秀明寺を進み、目作路、交流路、新街路を経由し、新街駅通過後に、 原行路線に接続する予定であった。その後、進行路方、直接警備系を超え、万家オルジ、交流路、侵害路を経て、侵害駅に至るルートに変更された。北段は、原行の和平あずまじ3段を経由する以外に、下記のルートが検討された。和平あずまじ2段復興南道復興北路、喜び場外トンカ北路台北松山、 空港和平安間寺二段トンカ南路トンカ北路、台北松山空港和平安間寺三段キールンド、幸福南路幸福北路、台北松山空港数字にわたる検討の後、復興南北路案が採用された。また将来建設される内閣線との連絡をも考慮され、民間安間寺から台北松山空港間及び、松山機場駅の設置計画が取り消され、これらは、 内鼓船建設計画の中に委ねられることとなった。木作船は元来1991年12月に開業する予定であったが、技術問題が続発し1996年の開業となった。1994年に台北市長に就任した沈水編は、馬得へしゃげ不へしゃげ、我門事故へしゃげを合言葉に、計画では、 フランスマトラ社が製造した車両を使用する予定であったが、ドイツシーメンス社から技術導入を実施した。目作船は、新交通システムの一種である、マトラー・バルシステムを採用し、客車2両を連結した1編成を組み合わせ、4両編成での運行が行われている。現在分散船のホームは6両編成に対応して設計されており、 将来の輸送需要の増加に対応することを設計段階で考慮されている。なお、主船の全線開通により、目作船は内湖船で採用されるカナダボンバルディア社のシティフロ650自動列車制御システムに対応させるために順次改造が行われた。全線の料金は20ニュータイワンドル30ニュータイワンドルで、あるが、悠々 を利用すると16乳台湾ドル24乳台湾ドルと割引を受けることができる。ありがとうございます。